3M33kV 常温収縮型直線接続材料キット施工容量それでは作業手順を説明しますケーブル処理ケーブルを所定の寸法で処理する遮蔽銅テープおよび半導電層の処理遮蔽銅テープを止めていた鈴めっき難道線を取り外す 遮蔽銅テープ端部を工具の絵糖を用いて滑らかにする自己輸着性テープ23をよく引っ張ってライナーを剥がす自己輸着性テープ23をよく引っ張りながら指定範囲に1往復巻きつける最後は引きちぎって巻き終わり部分をなじませる 接続部の両端で実施し指定範囲のみにテープが巻かれておりケーブル半導電層が露出しているか確認することシースの清掃両側のシースを清掃する部材の挿入必ずスプライスボディと導電性チューブの2種類を挿入すること最初に スプライスボディからコアリボンを外に出すスプライスボディをケーブルに挿入する導電性チューブを逆側のケーブルに挿入する導体接続前に必ず実施することスペースの関係で片側に部材を入れなければならない場合は導電性チューブが導体接続側に来るようにすること 胴体の圧縮接続。胴体接続管をケーブル胴体に挿入し、指定の工具で圧縮接続する。バリが発生した場合は、ヤスリなどで除去する。スリーブ全体を圧縮すること。絶縁体の清掃。ケーブル半導電層に触れないように、ケーブル絶縁体および胴体接続部を清掃する。 導電性チューブの取り付け導電性チューブのコアを半時計回りに回しながら引き抜き導体接続環状の指定位置に取り付ける専用グリースの塗布キットに付属の専用グリースを指定の範囲に塗布する特に ケーブル半導電層とケーブル絶縁体との界面には念入りに塗布すること。絶縁筒の移動と収縮準備。スプライスボディを接続点に移動させる。絶置線のマーキング及び固定。絶縁筒、白丸表示側の設置線を固定しているテープを剥がす。 絶縁筒白丸側の設置線上の指定位置にマーキングを行う。設置線のマーキングにケーブルシースタンを合わせる。設置線をシース上でお手持ちのビニルテープを用いて固定する。その後、余った設置線を折り返し、その上をお手持ちのビニルテープで固定する。絶縁筒の収縮。 固定している接地線部分を手でしっかりと固定し、絶縁筒のコアを半時計回りに回しながら慎重に引き抜く。絶縁筒の先端が収縮したら、一旦、コアリボンの引き抜きを中止する。絶縁筒端部の白丸記号を確認し、絶縁筒端とシース間の距離を確認する。 接地線固定部をしっかり保持して、絶縁筒のコアリボンを半時計回りに回しながら引き抜く。接地線を固定したビニルテープを取り除く。絶縁筒の収縮確認。防水チューブを固定しているテープを剥がす。防水チューブを左右にずらし、 保護を除去する左右の絶縁筒端部とシース間の距離が指定以内であることを確認する遮蔽処理設置線をケーブルに沿わせ遮蔽層上で設置用スプリングを1周巻きつける設置線を絶縁筒側に折り返し残りのスプリングを巻きつける 設置線の予兆を切断する。この作業は、接続部両端で実施すること。自己有着性テープのライナーを剥がし、よく引っ張りながらケーブルシースと金具との間を埋めるように、指定範囲に巻き付ける。最後は引きちぎって、巻き終わり部分を馴染ませる。この作業は、接続部両端で実施すること。 端部防水チューブの装着端部防水チューブを指定位置に移動させる指定位置に合わせてコアリボンを半時計回りに回しながら引き抜き端部防水チューブを収縮させる低温時等収縮が遅い場合は握ったり携帯用回路等で加温し収縮を促進させる 逆側も同様に防水チューブを装着するチューブ端部が収縮しきらない場合がありますが防水チューブの内蔵パテ部が十分に収縮していれば防水性能に問題はありませんこれで完成です 必要に応じて、幹部にテープ巻きを実施しても問題はありません。露天環境に設置する場合は、遮光のため、接続部全体にフィットテープ等を巻いてください。作業ビデオをご覧いただき、ありがとうございました。何かございましたら、弊社カスタマーコールセンターにご連絡お願いいたします。